皆さんこんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は経営科学出版の提供でお送りいたします。キャスターは私高家ノート、三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。これが放映されているときはもうゴールデンウィークは10日前ぐらいになってるんですけど、はい、コケさん、はい、どのようにお過ごしになられたんですか？あ、レース行ってましたね。行ってきましたツイッター見てました、はい、そうレースに行って、はい、まさかの大雨。大雨だったんですか、はい、どこであったんですか？富士スピードウェイであったんですけど、はい、予選日土曜日はすごい晴れていて、うん、調子良かったんですけど、で2番グリッドからのスタートで、はい、勝てるかなって思ってたら、え、小池さんが運転するんですか？じゃないですびっくりした。私はあのコントローラーっていう仕事行ったんですけど、はい、決勝日は雨降っちゃって残念でした。あ、そうなんですか。はい、三橋先生は私、本1冊書いた10日で10日前後7日間ぐらいですね、実質。すごい。あと残り2日でチェックしてたから。あの MMT 本です。モダンマネタリーセオリーですね。現代貨幣理論の本。MMT ポリティクスとかいうやつ。やぼな質問なんですけど、うん、何ページぐらいあるんですか？ね、原稿用紙だと240ページぐらい。本にすると本にするとあれはね、多分190ページぐらいだと思う。すごい。いや、すごい仕事ですから。私が数ページ読む間に一冊、はい。あ、でもものすごい膨大な蓄積ありますもん、 MMT は。私はだから、まあ、これはね、まあ、今日語る話とも絡むんだけど、要はいつも話してないことあるわけですよ。細かいから、はい、めんどくさいから、めんどくさいから嘘失言でございますね。細かすぎるから、それもちょっと今日ご紹介しようかなと思ってるんですけど、ね、はい、細かいところ、細かいところで、ブログ、あ、まずこちらですね。7月5日金曜日、三橋 TV 公開収録懇親会、東京品川 TKP ガーデンシティで受付開始5時半、公開収録開始6時、懇親会は7時10分から。だから、まあ1時間ぐらい収録して、で最後の20分は質問会と。はい、で終わったら握手会と。こんだけ握手会って言うと本当にやんなくちゃいけなくなったよね。すいませんね。そんな。はい、まあ、これやりますよということで、皆さんぜひお申し込みください。これはだから、あの動画の視聴が1本でも10万超えたら、あとあれだね、登録チャンネル登録が10万超えたらやりますよと言ってたから、コミットメントなんで、私コミットメントを守るんで、はい、うん、あれもともと責任を伴う宣言って意味なんですよ、コミットメント。コミットメント、はい、なんかみんななんか適当に使ってるけども、非常に重大な約束でございますから、ちゃんと守らせていただきます。赤字でやります、はい。まあ、それはいいんですけど、ブログ、はい、ですね、これちょっと古いんですけど、4月21日の MMT に対する財務省の反論資料への反論。わざわざ財務省はですね、MMT 批判のその反論資料を出してきたんですけどね。まあ前話したけど60ページ以上あって、 MMT の部分4ページだけで、他は全部財政破綻っていう本なんだけど、あの報告書になってんだけど、その中にね、非常に私個人的にね、面白い論点があるんです。これよく日銀ってのは日本政府の子会社ですと。あ、ちなみにね、日銀のホームページにね、あの株式会社じゃありませんって書いてあるんですよ。日銀は株式会社じゃありません。そんなこと言ったら上場するんじゃねえよって話なんですよ。ジャスダックに上場してますからね、日銀は。はい、ということで、まあまあ、別にあの表向きなんて言ってても構わないけど、あれ会計上はあの政府の子会社、株式会社です。政府が親会社。ということで、日銀が持ってる国債については、政府は子会社から借りてることになっちゃうから、連結決済の総裁じゃないかっていうことを言ってたら、財務省はこういうこと言ってます。政府と日本銀行を統合して考えれば、政府の負債、まあ、国債と日本銀行が保有する資産、これも国債。はい、日本は政府が日銀から借りてるから、政府が債務者、負債を負ってて、日銀が債権者、資産ってことなんですけどね。これが総裁されるとの指摘があるが、指摘もないのもされるじゃないかって話なんだけど、仮に政府と日本銀行の BS を統合したとしても、日銀の保有する国債の額だけ政府の債務が見かけ上減少するだけであり、当座預金等の日銀の債務が負債に計上されるため、負債超過の状態変わらない。これ何言ってるか。本物の資料見た方がいいと思うんですけどね。はい、持ってきました。これです。これ、さっきのやつですね。財務省の国って言うんだけど、要は日本銀行のバランスシートと、政府のバランスシートを連結したところで、
その国債っていう負債が日銀の発行銀行券とか当座預金という負債に変わるだけだから、だからこの負債超過、純負債ですね、ここの純負債、これないのかないですね、後で見せます。純負債変わらない、債務超過変わらないっていうふうに言いたいんでしょうけどね。ということで、これ何だろうな、ここまで話してんだったら統合したバランスシートとか乗っけてくれればいいんだけど、乗っけないんですよ財務省は、うん、あ、理由があるんです、見られるとまずいんです、ということで私作りました。これあのね、一応言ってきます、これは2018年末の数字で作りました。誰が作っても同じになるんだけど、この箱の大きさは金額の大きさと関係ありませんからね、はい、わかります。例えばこれ908兆円の負債ですけど、565兆円の金融資産と箱は同じじゃないですか、はい、これは便宜上そうしてるだけであって、めんどくさいからそうしてるだけであって、大きさと金額は全然一致しませんというのを前提で、一般政府のバランスシートこれです。国債財投債が908兆円、いわゆる国の借金とか言ってるのこれですよね。その他の負債もありまして396兆円で、金融資産が一般政府には565兆円ありますが、これしかないんで、逆に言うとその差額の739兆円が純負債、財務省の言う負債超過、あ、何でしたっけ分からなくなっちゃった。財務省何か言ってましたよね、よっ、あ、合ってますね、負債超過、負債超過の状態変わらないって言ってるんだけど、これがこれです、これ負債超過の部分、これ日銀のバランスシートです、統合前ですね、統合前、日銀はこの国債財投債の半分強ですね、もう半分強の所有者、債権者ですと。で、その他の資産が107兆円あります。これが日銀の資産の合計です。負債は現金紙幣、現金負債です、日銀にとって。日銀当座預金が405兆円。その他もありまして、でも、資産の方が負債よりも多いので、純資産が28兆円となっています。これとこれを合算したら、私たちが言ってるのは、この政府の国債財投債のうちの日銀が持ってる分466兆円はこれは相殺されて消えるじゃないかって言ってるわけです。消えますよそれは要は貸主と借主が同じになっちゃうわけですからね。ということで統合バランスシートがこれです。本邦初公開ですね多分、まあ、誰でも作れるんだけど誰も作んないから。で、金融資産672兆円これはもともと政府にあった金融資産と日銀の国債以外の資産を合わせたものですかね、はいはい、で、この純債は後で話します、あの負債超過ですけどね。で、貸し方、要はあの負債側が日銀の現金紙幣115兆円、当座預金、日銀当座預金405兆円だけど、さらに政府の908兆円の国債のうち日銀のこの持ち分で相殺されなかった分442兆円がここに乗ってきて、その他の負債が、まあ、こう同じですかね、あ、これとこれを合わせたのかな、421兆円ということで、もちろん負債の方がでかい。で、資産がこんだけしかないから、純負債は711兆円、財務省の言う、負債超過の状況は変わらない。当たり前だろう、当たり前なんだけど、これの計算簡単でね、これからこれを引いたもんですね。純負債、政府の純負債739兆円のうち、日銀と合算すると、日銀の純資産28兆円分が消えるから711兆円になってるわけ。これなんですね。これなんか気づきません？これだから国の借金消えてないじゃないかって、まあ、財務省言いたいんだろうけど、ということはでしょ、ということは現金115兆円、日銀当座金405兆円、これお金ですよね普通に、はい、このお金という借金があるから破綻するってことになっちゃうんですよ。ここはだって国債だったんだけど、国債だから返済が必要じゃないかって話だけど、統合政府にすると現金の日銀当座預金に姿が変わっちゃうんですね。でも問題だということは、財務省はあの統合政府においても現金とか日銀当座預金という借金が課題だから破綻するっていうふうになっちゃいますよね。わかります？何が言いたいか。どういうことですか？どういうことか、つまりここが国債だったらまだわかるわけ、借用証書だから、はい、でも現金とか日銀当座預金ってお金じゃないですか、はい、でもお金って日銀にとってはもともと負債ですよって言ってますけど、こっちこの状況だったらこれが借用証書だからこれがこんなに膨れ上がってんじゃないか破綻するっていうレトリック一応作れるんですけどね、うん、統合しちゃったらそのうちの半分ぐらいが現金とか日銀当座預金という普通のお金に変わっちゃうわけですよ、うん、それでも破綻するってことは、ということはこの現金とか日銀当座預金という借金を返済できなくて破綻するって言ってるのと同じになっちゃいますよね、うん、こうお金ですからね。大丈夫ですか？借金どういうこと？だってもともとその現金とか日銀当座預金って負債計上されてます日本銀行に、うん、はい、
それを合算してもこれは消えないから、国債というこのこれですね、国債という政府の負債が現金や日銀当座預金に変わるんです。入れ替わっちゃうんですね。入れ替わっちゃう、入れ替わっちゃいます。だって総裁でしょ、このこのこれとこれは、うん、でも財務省はそれでも破綻するとか言ってるわけだから、現金とか日銀当座預金という借金を返済できなくて破綻するって言ってるのと同じなんです。お金でしょこれ多分。はい、わかりました。あんまり、あんまりわかんないですか。あんまりわかんないですか。やっぱね、ここ超えなくちゃいけないハードルでございまして、うん、要はこれだったらわかるわけ。これ一応借用証書だから国債って、はい、この借金返せなくなって破綻するって言ってるわけなんですよね、うん、これはまだレトリックとして成立するけど、統合政府にしたらそのうちの半分がこういう借用証書じゃなくてお金に変わっちゃうんです、うん、だって日銀の負債として計上されたのがここに載ってくるから、うん、それでも破綻するってことは財務省はこのお金、お金という借金を返済できなくて破綻するって言ってるのと同じことになっちゃうんですよ、うん、するんですか。するわけないでしょでバレちゃうでしょと俺が。だから作らないんですよこれを。続くするわけないでしょこれ。要はその程度の話なんですよ実は、あの日本政府の負債分って。もう一つで、もう一つこう純負債は消えねえじゃねえかと、日銀と統合しても当たり前だった話なんだけど、ということは財務省はこの純負債を減らすっていうことに対して善であるっていう認識になってることになりますよね、はい、だってこう書いてんだから、負債超過の状態は変わらないっていうふうに起こってんだから、じゃあつまり負債超過、この純資産ですね、純負債、これを減らすことが善であるという認識じゃないとああいうこと書けないですよね。誰かの資産っていうのは絶対誰かの負債なんです、はい、例えば政府の国債という負債は日銀の資産なんです、まあ、半分ぐらいがですよ、はい、残りはまあ他の人持ってますけど、逆に言うと誰かの負債っていうのは誰かの資産なんです。これは純資産純負債でも同じです、うん、ということはですよ、この純負債っていうのは、まあ、統合政府の純負債っていうのは誰かの純資産なんです。誰のなんですか。誰のでしょう。誰の後継者ですね。あ、国民の、国民の、あるいは民間のって言ってもいいです。民間のって言ってもいいですということなんですよ。つまり財務省がこの純負債を問題視していて、これが残ってるじゃないか、じゃあ減らすってやってったらどうなるか、反対側で誰かの純資産が減っていくんです。誰の純資産が減るんでしょう民間の、民間のお前らに貧乏であれって言ってるんですよ。わかりました、この面白さがようやく。まず一つ目は、財務省は統合政府でも破綻する云々って主張するってことは、統合政府にしたらもともとは借用証書だった国債が現金とか日銀当座預金というもろのお金に化けちゃうじゃないかと、うん、化けちゃうじゃないかと。それでも破綻するってことは現金とか日銀当座預金という借金を返せなくて破綻するって言ってるのと同じだぞと。もう一つは純負債が大きいことを問題視してるところは、これを減らしたいんですかと。これが減った時我々の純資産が減るんですよと。ド貧乏になりますよ、こういうこと平気で書くわけですよ。でもバランスシートとか理解してないともう分かんないですよね、うん、もう一つこれが決定的なんですけど、もう一つ、コケさん銀行預金あります？あります。あります。定期預金してます？してないです。してないです。会社に借金してないのね。じゃあ当座預金あります？当座預金、当座預金って、ね、小切手を発行するために持ってる銀行預金で、ないです。金利がつかないんです。あれちょっとこれ見てください。統合財務のバランスシート、日銀当座預金、はい、基本的にこれ金利がつきません。当座預金なんで、まあ、一部ついてますけど、それで日銀破綻することはないっていうのはちょっと別のあれでやりましたけどね、まあ、これとりあえず銀行の当座預金と同じなんです。国債再投債ってこれ何に当たるでしょう、銀行にとって。一般の銀行、後継さんがお金預けてる銀行でいいですよ。国債ってまず例えば10年もの国債だったら10年間は引き出せませんという言い方ができるんです。もちろん金融市場で売れますよ、国債金融市場で売れるけど、10年経たないと政府はお金貸してくれません。で、金利がつきますね、国債には。金利がついて一定期間預けていないといけない預金のことを何て言うでしょうか。何て言うんですか。定期預金。定期預金。定期預金って言うんです。つまりね、これ、まあ、現金はちょっと置いときますよ。本当の現金だから。はい、日銀当座預金はこれ、銀行、一般の市中銀行、民間銀行にとってはまさに当座預金です。うん、我々が銀行に持つ当座預金ですね。で、国債再投債って何ですか。我々が銀行に持つ定期預金なんです。ということはですよ、まあ、この状況で日本政府は財政破綻するって言ってるってことは、コケさんがどこの銀行にお金預けてるか知りませんけども、その銀行が当座預金とか定期預金が増えてるから破綻するって言ってるのと同じってことになっちゃうんです。でしょ。そっか。そうでしょ。だってこれ定期預金と同じなんだもん、性質上。これ当座預金のまさに同じなんです。どこの世界にその辺の銀行についてですよ、
あの銀行は当座預金の残高が多いから定期預金の残高が多いから破綻するなんていう人がいるっていうんですかと。どこですかね。どこですかね。地球上にいないと思うんだよ多分。同じこと言ってるんですよこれ。統合政府にするとこういうツッコミを受けることになるからこのバランスシートは出さないんです。うーん、面白いでしょこのレトリック。あの反撃の彼らの反撃に対する反撃のレトリックなんだけど、こうしてみると分かりやすいでしょ。これ定期預金ですよ。そう、我々がなどこでもいいですよ、みずほ銀行でも三井住友銀行でもどこでもいいんだけど、そこに口座開設して定期預金ということでお金預けて、例えばでしょ、あの普通振り込みだと思うんだけど、まあそれで例えば5年とか10年は引き出せないんですよ。その代わり金利ちょっと高い、うん、同じなんですけど、同じ10年満期の国債は10年かかんないと、ただなんとお金返してくれないと、でも金利ちょっと高い、何が違うんでしょう。分かりません私。何が違う、 何も違わないんです。で当座預金はまさに当座預金、はい、金利がつかないんですよと。その代わり小切手とかを、あの政府の場合は政府小切手ですね、出すときにこれを担保に発行できますよと。我々も民間の銀行に当座預金持ってたらその範囲内で政府小切手発行できます。これも同じです。政府は当座預金の残高の範囲内で小切手発行できますから何にも変わらないんです。ということで日本の財政破綻論者の方々はその辺の、政府が銀行に例えると、彼らの好きな例えるとって使うと、銀行に例えると定期預金とか当座預金が増えているから破綻するって言ってるってことになるんですよ。不思議ですね。不思議ですね。そんなわけあるわけねえだろうということなんですが、ただあのこのキャンペーン続いてますが、でも財務省は多分分かってんだよね。知ってるけど、だからこれ出さない。これ見たらね、バランスシート分かる人は一発でおかしいと思う。これただのお金だよねと。お金が増えてるから破綻するって言いたいのかな財務省は。でもこれ分けてると国債だけだと、まあ定期預金だけどね、でも一応借用書を出してるからこれは借金だって通じるんだけど、これもあの負債ですよ、負債だけどこれは借金だっていう人はいないよね。現金支援借金だ、まあ借金だよ実際は。でもイメージが全然違うでしょ。うん、ということでこれは作らないんですね。はい、作ってるのかなと思って見てみたら作ってなかった、まずいからこういうのバレちゃうから、だから代わりに作ってということで、これから財政破綻論とかまだ言ってる人いっぱいいると思いますけど、そういう人たちに対してはへーっと、であんたは市中銀行、普通の民間銀行ね、民間銀行が当座預金残高とか定期預金の残高が増えたら破綻するって言いたいのかって言っていいわけなんですよ。だって同じなんだもん。この程度の考え、あの話なんだけど、でもこういうことやらないと、まあ、これだけね、これだけ見せられてこんなに借金増えてんですよってやられると、まあ騙される。うん、面白いでしょ。でもバランスシート分かんないと今日の回全然分かんなかったと思うんですけど、国家さん分かった？ギリ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 。少なくとも統合政府のバランスシートの貸し方、普段負債が乗るところに現金と日銀当座預金というもろお金がですよ、計上されていると。でこれが国債と入れ替わっちゃったんだけどね、一部と半分ぐらいと。これを理由に破綻するっていうのは主張できないっていうのは分かりますよね、確かにね。はい、まあ、そういうことを実際やってるわけなんですよ、財政破綻論者の方々。だから結局ね、無知なんじゃないかなと。無知なんですか。財務バランスシートとかも何も知らないでやってんじゃないかなとしか思えないんですよね。あるいは国債と定期預金で実は同じじゃないかとか、日銀当座預金と銀行の当座預金でいやもろに同じじゃないかとかっていうのも分からないで、破綻破綻って言ってるんだけど、でなんで彼らがその破綻破綻っていうのをやめないのか、はい、これ実はねすごい重い話なんです。次回に続きます。